なんとね、この度キャンディーにこの3人の精鋭、そしてイケメンたちが入店してくれました。キャンディーレベチ、あまたの実力者、至高のイケメンたちが天空の大宮殿を彩り、日々歌舞伎町で凄まじい盛り上がりを見せている。そんなキャンディーに3人の最強ホストが電撃移籍を果たした。ナルセ・マオ。じゃあここにいる怪我人の方。怪我人。はい、どうも怪我人です。この撮影に向けて、イケメンになろうとしたら間に合いませんでした。よろしくお願いします。富岡義勇。僕この撮影のために朝9時に起きて9時から4時間かけてプールで小顔にしてきました。イケメンですか皆さん。スメラギンノア。堀江は絶対的な顔ですかね。お願いします。今回この3名とキャンディーの代表を務める慶吾との対談が実現した。HostTV.com。 前の店でもう僕ホスト完全にやめようと思ってて、疲れたというか自分がちょっと向いてないなって思っちゃって、ホストだけで成功したいじゃなくてホストのセカンドステージもちゃんと考えてて、今の仕事を続けるのちょっとしんどいなみたいな、このままだと何も残らないってなったんですけど、慶吾代表だったり夏出向取締役の方がキャンディーのこう良さをすごい伝えてくださって、この二人がもうキャンディーで働くってなって、やっぱやるならこうキャンディーみたいなこう大きなお店、大手のグループでしっかりホストをやりきろうって思って、慶吾代表の熱さだったり夏執行取締役の人の良さに惹かれて、ここで本気でやろうかなって思ってキャンディーに移籍しました。嬉しいよ。なんか3年近くこうホストやってきて、ダメとかこう気にしてったりとか、ホスト力を上げてくるためにこう経験積んでったりとかしてきて、ステップアップしたい時期って絶対出るかなって、やっぱそれがたまたま今来たっていうだけの話ですよね。この2人の存在が大きかったのもあります。この2人がメンタル的にも支えてくれたり、こう相談乗ってくれたりしたから移籍に踏み切れたっていうのもあるし、想像以上に代表の人柄がそこに惹かれた部分っていうのはすごいあって、箱がね半端なくめっちゃでかくてめっちゃ綺麗でとかもあるんですけど、そこで働いてる人も一流だなって感じたのがすごい大きくて、で移籍に踏み切ったって感じですかね。一番はやっぱ慶吾代表の熱意がすごかった。体験入店行くとね、お店の人と LINE 交換したりとかするんですけど、その LINE に一番熱量がありました。僕はあんまり大箱だとか小箱だとか正直どっちでもいいんですよ。決め手は代表の熱量です。それだけです。未だに印象的だったのが、入店を決める一番の大切なところ、代表の考えって言われた時に、俺は正直ちょっとゾワッとした部分もあったんだけど、改めてその成瀬と出会ったおかげで、俺は自分のお店に対する考え方であったりとか、こういうお店にしていきたいとか、そういうのを改めて自分を見つめ直すきっかけが成瀬で、その成瀬がキャンディーに来てくれたから2人も来てくれて、全て繋がったなっていうのが、なんか俺の中ではこの3人には思い出しかない3人なんですよね。全部が違うっていうか、もう従業員の数も違いますし、レベルが違いすぎて、キャンディーレベチって言葉があるんですけど、本当になんかその通りだなって思って、不安しかなかったですね最初は。もう働いてみて分かるんですけど、なんかキャンディーは本当に働かないと良さが分かんないというか、もちろん退入でもすごいいい店舗だったんですけど、でも働いてみて思うのが、いやもうめちゃくちゃいい店舗だなって思って、もういろんなその売れてる人の教科書があったりとか、あと未経験の人でもめっちゃ売れてる人多いので、なんかこう僕ら一応移籍組で経験者っていう枠には入るんですけど、なんかこう見ててこうすごいこちらも勉強になるっていうか、キャストを見てるだけでこう仕事のモチベが上がるっていうか、まあ、大型店舗なんでこう怖いねお客様とかもいるのかなって思ったら、もうみんなすごい優しくて、もう今のとこ何も不安はないです。はい、じゃあスメラギくん。はい、あ、何でしたっけ。はい、はね、こういうちょっとね、あるんすよ、ちょっとフワーっとしてるね。
働く前はでも本当にホストといえばホストクラブといえばっていうお店、もう本当に有名のね、誰もが知ってるような店舗だなっていうのもありましたし、そこで働くっていうのは少なからずプレッシャーもあって、ずっと緊張しながらこう出勤してて、なんだろう、なんか働きやすかったですね。本当に選んでよかったなって思うし、だからこそ代表をこう上に連れたらなって思うんで、英語代表が僕の頑張る理由かもしれないですね、今は。本当に売り方を新しいのを覚えないといけないなって思いましたね。これはこうなりたい、こうしたいっていうその気持ちを伝えて、ガン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 上げてきたんですよ。でそこについてきてくれる方たちがいた。キャンディっていうお店で、多分少なからず例えば初回で入ってくるお客様もそのブランド価値を感じて遊びに来てくれて、指名につながる女の子もいるんだなっていうのを、肌で感じて、イケメンだろうとリサイクルだろうとこの人がどういう人間かを分かってもらって、気持ちさえ伝えれば大丈夫って今までは思ってたんですよ。まあ本質は変わらないとは思うんですけど、ただ入り口としてこのポストにはどういう価値があるんだろうっていうのを最初にも見られてるんだなって思って、だから今のままだとダメだなって思いました。働いてみて、本気でホストをやるんだったら今こうお金とかなんかこう知名度とかそういうものを追うのじゃなくて、こう自分のセカンドステージですね。もちろんホストで成功するのも大事なんですけど、まあなんか代表になったりとか、まああとホスト辞めた時に自分が何をできるかがすごい大事だと思ってて、僕は辞めた時にこう何か残ってれば僕はそれが正解だと思ってて、辞めたからこそなんかこう何も残んないな自分みたいな、それってやっぱホストとして成功なのか失敗なのかって言われた時に僕は失敗だと思ってて、ホストの次を考えて動かないともう僕は本当に未来ないなって思ってるんですよ。でキャンディ入ってなんかその未来がこうちょっとでも見えたっていうか、今このキャンディでホストを全力でやりたいなって本当に思ってて、僕はここに入店して本当に今未来のことしか考えてないんで、まあこの未来に先行投資してくれる女の子がいたらぜひ僕の方にお願いします。ホストをやったきっかけがとにかく有名になってキャーキャー言われたこんだけ知名度あるお店で自分が結果出して頑張ったら必然的に有名になるしっていうのをこう信じて今は未来を見据えてる感じなんですけど、本当に1年後ぐらいにはね歩いててキャーキャー言われたいなってちょっと思うんですけどね。自由になりたいです。好き勝手していい自由じゃなくて、自分で決められて自分でこの行動を取る、この日は何をする、こういう風に今後していくっていう決断の自由がある、いい意味での自由が欲しい。自由を手に入れれる立場に自分がなりたいです。最後に慶吾代表から3人にメッセージが。自分がね代表をやっててこの3人に対する思い入れっていうのが特に大きい。本当にいい感じにキャンディーを伸ばしてくれてるなっていう、この2ヶ月でもすでに思うぐらい考え方であったりとか仕事に対する、思い入れっていうのがすごくひしひしと感じています。この3人がキャンディーを引っ張っていってくれる未来を僕は3人で作っていってもらいたいなっていうのが一代表としての願望です。次回個人密着へ、トップバッターは富岡義勇。ポストって誰でもできる仕事なんで、誰でもできる仕事だからこそ誰よりも努力しないといけないんで、僕の密着で僕の努力をめちゃくちゃ見せます。一緒に働きたい男の子は僕に DM ください。そしてポスト TV を見てる素敵なレディーはぜひ僕を指名してください。 Yes we can be。 彼の営業中に密着、凄まじい最高級の光景が目の前に。風林会館最上階、天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディ。グルダン史上最大となる圧巻のスケールが今歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディ60人の豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。